シェーンは1953年のアメリカ合衆国の西部劇映画。パラマウント映画制作、配給。監督はジョージ・スティーブンス。主演はアラン・ラッド。カラー、118分。ジャック・シェーファーの小説の映画版。映画批評家のアンドレ・バザンはシュール・ウエスタンと位置づけ、工業的にも成功した。第26回アカデミー賞で撮影賞を受賞。 1993年にアメリカ国立フィルム登録簿に登録された。作品の格闘描写は当時では画期的な暴力的で激しいものであり、発表当時はその描写が話題となった。南北戦争後のワイオミング州の西部に広がる高原グランドティートン山が前にそびえ立っているジョンソン軍の開拓地では牧畜業者と農民との間で、 いがみ合いが続いていた。南北戦争後に政府は西部開拓を積極的に進めるために入植した農民が5年間工作すると無償で一定の土地が得られる法律が作られて農民が新しい土地に開墾に入るとそこに牧場主がいて各地で争いが生じていた。この土地では従来からの権利を主張する牧畜業者の来館一家と開拓者たちが 対立していた開拓者が来る前に先住民族と戦い、この土地を今日のようにしたのは自分たちだとライカーは主張していたのだ。ある日、この土地にやってきた流れ物の支援は、ある開拓者の住まいにたどり着き、飲み水を分けてもらう。開拓者の主のジョースターレットから、ライカーの仲間かと聞かれるが、そこへライカー一家がやってきて、従来の主張を繰り返す。 シェーンはジョーに加勢し、ライカー一家を追い返す。ジョーはシェーンを夕食へ招待し、夕食を奢もられたシェーンは、作業を手伝い子の家に泊まる決心をする。やがて息子のジョーイと仲良くなり、そしてジョーやその息子ジョーイと友情を結ぶシェーンだった。ジョーの妻マリアンは彼に惹かれ、またシェーンも彼女に惹かれてゆく。そして農民たちとも親しくなっていった。シェーンは、 ジョーの使いで針金を町に受け取りに行き、自身の作業服も買おうとするが、酒場で、ライカーの手かクリス・キャロウェイに侮辱を受ける。ジョーからいざこざに巻き込まれないように言われていたシェーンは、甘んじて侮辱を受け流す。しかし、シェーンが腰抜けという噂が流れたため、シェーンは次に開拓者たちと町に行った際に、クリスを叩きのめしてしまう。ライカーは手のひらを返し、 シェーンを雇おうとするがシェーンは拒否し、大勢に、無勢で窮地に。そこへ、ジョーが飛び込み大乱闘になり、ライカーとその一家を叩きのめしてしまう。ここで、シェーンとジョーとの殴り合いに敗れたライカーとその一家は、シャイアンに使いを送り、殺し屋のウィルスンを雇う。力ずくで、農民たちを追い出す魂胆であった。 コロシア・ウィルスンは開拓農民の一人トーレイを挑発し、トーレイが銃に手をかけた途端に早打ちの一発で殺害する。その暴虐に農民たちは恐れて立ち去ろうとする者がいる一方で、ジョー・スターレットは立ち向かうことを主張した。そして、この構想に終止符を打つため、ナイカーがジョーに話し合おうと呼びかけたことで、ジョーは単独でナイカーに会いに行こうとするのだったが、 ライカーと手を切ると決意したクリスの忠告を受けたシェーンは罠だと勇めて力づくで止め一人でライカーとその一家に立ち向かう。シェーンは酒場でライカーやウィルスンを0.5秒の早打ちで倒した。そして2階から彼を狙い撃とうとしたライカーの弟は上位のとっさの掛け声でシェーンに返り討ちにされる。しかしシェーンもまた脇腹を撃たれていた。 彼が家に来てから彼をしたい、憧れていた上位は犬と共に酒場まで追いかけてきたのだった。傷ついた体を心配して一緒に家に帰ろうと呼びかける上位に、シェーンは人を殺してしまえばもう元には戻れないと言って馬にまたがりワイオミングの山へと去っていった。必死に呼びかける上位の声はやがて、シェーン、カムバック、と山にこだまするのであった。 そしてその後、別れを受け入れた少年のグッバイ、チェーンが聞こえてくるのだった。アラン・ラッド受賞、ノミネートランキング日本では、東北新社が配給権を持つことから、東北新社が正規版 DVD ビデオを発売すべきところ、パラマウント社が反復権に意義を唱えたことから、どちらが DVD を出すかが決まらないために、 日本では長らく正規版 DVD が発売されて来なかった。2013年9月にパラマウントジャパンからブルーレイディスクの発売が予定されており、各種通販サイトでも予約が行われたが、諸事情により直前になって発売が中止された。現在も東北新社が配給権を保持しており、2016年にリマスター版が 日本で公開された際も東北新社が配給をした。2018年9月に株式会社ディスクロードの復刻シネマライブラリーから正規版 DVD とブルーレイディスクが発売。日本においては1953年公開の団体名義の映画作品は2003年12月31日に著作権の保護期間が終了したものと考えられたことからいくつかの会社から 格安 DVD としてリリースされた。しかし、東北新社とパラマウント社は著作権存続を主張した。2007年12月18日に最高裁判所で著作権法による著作権の保護期間が終了したと確定判決を下したことで、シェーンの著作権は消滅したということが裁判を通じてこうに認められた。 ありがとうございます。